ザイマッチョ、フォルテです。本日は、皆さん、僕はお家を掃除してました。ピカ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 、キュッ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 っていう感じで、ね、掃除をしてたら、なんと懐かしき頃の小学生時代用いた指に重りをはめてピアノを弾く指ダンベルが出てきました。これはどこからの商品かはわかりません。なんか母親が指の力を早く動かせるためにこんなものをつけて僕は過去にピアノを弾いてました。こうやって、うわ重たい、こうやって見てください。これ親指をつけんでいってみましょうか。なんか親指ないんでね、こうやってこうやってこうやって、あれ大変なことだ、一個足りません。一個、行方不明だ。じゃあ、平等に四本指でいきたいと思います。果たして、この状態で、重りがある状態でピアノは上手に弾けるのか、検証していきたいなと思いまちゃ。曲は、じゃあ、やっぱさすがに、こんな重たくて絶対弾きにくいじゃないですか。てなわけで、得意曲でいきたいと思います。そして、早い曲。ショパンエチュード10の1でいきます。これがいいね。あー、これは難しいですね。あー、こんなに難しいですか。まず最初の感想としては非常に使いにくい。そう、指が。この機械が使いにくいとかいうわけではなくて、指が使いにくいです。ああ、自分の指じゃないみたいですよ。あのね、指が魔物に支配されてるみたいな、なんか、呪縛指がって感じです。やばいでございますよ。指の感覚の幅が全くなく、コッツンコッツンしてしまいます。そしてさらに、自分の指だと思わないぐらい、指が言うことを聞きません。なんか気持ち悪くなってきた。気持ち悪い。外したら上手になってるかな。外してみたいと思います。これを外された時には、神の手になっている。恐ろしく、上手になっていると思う。ピカーン！いや、これ得意曲だった。いや、わからん。もしかしたら、これをうまく活用すれば、上手になるかもしれん。ピアニストとか、ピアノ弾いてるとか、方なら、わかると思うんですけども、人間、4の指が弱いです。薬指を強化するために、僕は、まず、ダブル付けをしてみました。ほとんど、指がなくなりました。見てください。ほとんど重りです。僕はロボットかな？ああこれはほんまにおかしい感じなんですよ。これ、あーブラーン、ブラーン、ブラーン。指の重さだけで、ブラーンってな感じです。指の重さ、フリにします。ブラーンって感じです。わあ、なんか弾けません。おお、なんかね、4の指だけもう取られたみたいな感じ。動きにくくなってる、本当に。これを外したら弾けるんかな？なんてねえな。ちょっと、それはさておき。
あ、なんか外すとなんか余計気持ち悪くなってきた。なんだろうね。これは、でも、うまく使えば上達すると思うんですよ。例えば、ハノンとかをうまく活用すれば、多分、上手になると思います。例えば、まだ指の弱い人とか、これをうまく使って、こうやってね、こうやった状態で、おー、これを例えば、音階とかを、重りを感じながら、もうだいぶ昔の十何年前のものなので、ああ、タンスの中の匂いが染みついてますね。これをうまく使えばもしかしたら上手になるかもしれません。僕は一時期昔これをつけて練習してた記憶があります。母親は、これを買ってきた僕に毎日これをつけてハノンをやらせてました。これしかもすごいのが重りが取れるんですよ。でけん、重り1個の状態である程度弾けるようになったら次、装着。そしてさらに弾けるようになったら、装着みたいなのね、過去、ちっちゃい時、母親といつも泣きながら、嫌だよーと言いながらね、やってたのを思い出しました。今これ、一気に過去が蘇ってきた、ってね、泣いてたのがすごく思い出しました。これを見たら、ピアノ弾かないといけないという記憶が染みついてます。でも、僕思ったのは、ショパンエチュードとか、あとはハノンとか、これをうまく使って、ゆっくりね、練習したらもしかしたら指が軽い感覚で弾けるけん。例えばね、本当にあの難しい曲とか。なんか軽く弾けますね。体感的に。僕ね、野球やってたんですよ。で、やってたのが、例えば、本番に立つ前は、バッターボックスって言って素振りとかして、その後に打席に立つんですけど、そこに入る前の段階の素振りの時は、あえて重いバットとかで振ってました。あえて重いバットで素振りをして、で、軽いバットとかいつものバットに持って、うわ、カリッと持った状態で、いつも打席に立てたのを思い出しました。その役割なんかもしれんね。それで結構僕ホームラン打ってました。さらに、柔道をしてましたよね、僕。柔道をしてて黒帯なんですけど、あえて試合前は120キロとか130キロの重い選手と戦わされました。それによって、自分のね、戦ってる人たちの軽いという感覚に陥らせたトレーニングとかそういえばしてましたよ。あえてそういえばなんか重くしたりとか、あえて辛くして、で、いつもの状態に持っていくみたいなトレーニングをしてました。自然とスポーツの時には。ということは、このフィンガーも、もしかしたら、うまく使えば、上手になるかもしれん。僕は、あんま使ってなくて、あんまり実証されたか、わからないけど、もしかしたら、上手になる可能性があるかもしれません。今この代物があるんかは全く知りませんが、10年前ぐらいには、僕、つけてやってました。ハノンとか1日1回とか2回はね、多分。やってた記憶がございます。これはもう、ビデオにも何も残ってないので、証明はございませんけど、もしかしたらこれは価値のあるものなのかもしれないので、ちゃんと箱を用意して、きちんと取っておきたいなと思います。そして将来、ベビーフォルテが生まれた時に、これをね、つけて、ベビーフォルテ、これをつけて、一緒にピアノ弾こうよっていうね、代物にしたいなと思います。それでは、僕はもう今必要ないので、
しまいました。で、皆さん、なんか、これを使って、この重りを使った、なんか実践してほしい動画とか、検証動画とかありましたら、ぜひコメント欄で、くださいマッチョ。ここまで見てくれて、ありがとうございます、マッチョ。それでは、グッバイ！グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。